今日のレオちゃんとエルサちゃんと愉快な仲間たちとドラちゃんとポンさんでお届けします。はい、ドラちゃん、なんで背中向けてんやお前。ドラちゃん、はい、今日はレオちゃんのね、凶暴な野良猫シリーズ365日を得たでね、それと保護のね動画と当初のね保護のレオちゃんが野良猫でおる時の動画と大体まあ365日のね野良猫のシリーズを足して現在で今作ってるんやけど1時間超えましたね。ちゃんとアップロードできるかわからんけどちょっと不安な中でね、容量が大きいからね失敗するかもわからないですよ編集に。まあだけどね、なんとかねレオちゃんシリーズ作っていきますね。まあ過去を振り返ったらこの子のねやっぱりね凶暴なのはねこうシリーズやっぱりね凶暴やったな思いますね。今見てもね、ほんまに手噛まれとったからね、ポンさんも血だらけになってね、ほんまにこのことのね思い出はかなりありますんでね。なあレオちゃん、よいしょよいしょ、なあレオちゃん、まあわがままやけどなこの子未だに、まあ、嫌いなもんは嫌い好きなもんは好きっていうねメリハリがはっきりしてんちゃうかな。なあ嫌いなことは嫌いねんなね、まあ、素直な顔してると思う。これは嫌やった嫌で顔に出てきてると思う。ほんまにな、レオちゃんね、はいね、こんな可愛い顔でね、まあ、このシーン撮れたらよかったけどね、その今日最後に撮ったのはちょっとねいまいちやったけど、今のこのシーン撮れたらよかったね、ほんまに、うん、ええ感じ撮れてんな、りょうちゃんな、なりょうちゃん、よっしゃよっしゃよっしゃね、それではね、りょうちゃんとエルサちゃんは外出てるんで、今日は王ちゃんね、王ちゃんもいるかな、ね、目のこれね、連れて行って何もね、なかったというね、よかったですね、王ちゃん。な、な、ちょっと怖がってるな、病院な、ね、怖がってたな、お前な、うん。やっぱストレスになるわな、ちょっとビクビクしてたな。ね、それでエルサちゃんは今日はここ、外でぞ。はい、エルサちゃん、こんてます。あ、帰ってきとんね。孫と遊んどる娘。はい。これハッチかな。ね、ハッチ。はい。まあやちゃん。エルサちゃん、ご飯にしようか。ね。ご飯にしようか。ええ風やな。気持ちええな。ええ風吹いてますね。はい、ドラちゃんもいました。ハッチがようやく落ち着いたね。意地悪せいになったね。下は下でね、今落ち着いてますね。ほんまに。ね。こんな感じで。ね。はい、それでは。何をやるかな、プレミアムね、今日は。ネタ切れ、うん、まあ、体重もね前に測ってください言うてはった方おったけどね、体重もまたね測らせてもらう中でどこかね体重計をセッティングしてもいいかな思ったりね、どっかにねこの下とかねなんかどっかに体重計をセッティングしたら測りやすいけどね、そんなこともちょっと考えたりしてますね。はい、ね、こんな感じで今日は何しようかな、餌言うたらあかんね、またいろいろあるんやけどね、何をしようかな、ね、悩む、ね、何をしようかな、
ほんまに。まあそれでね、またね、おやついろいろね、くださった方とかね、あのちょっとLINEでは遅れてる人もいるけどね、いろいろありがとうございますね。まあここでね、いろいろありがとうのね、ございますのね、ちょっと LINE でもできてる人とできてへん人おるかもわからないんでね、そこだけね、ちょっとね、お理解願いますが、ちょっと探すのも大変な中で、いろんな LINE も来るんでね、ちょっともう追いつかん状態になってるから、ね、まあ、電話もいろいろくださった方もいてるんやけど、ね、ちょっと追いつかない中で、ね、まあ、こんな感じで、ちょっとね、まあ、ありがとうございます。ね、それだけはね、伝えさせていただきます。ちょっと発言、下手くそやけどね、盆栽、相変わらず。まあ、ほんまにね、皆さんのおかげでね、この子たちもね、こういう幸せになってることだけはね、やっぱり、ほんまに心から感謝してますね。それでは、ね、ご飯やるかな。ね。何しようかな、今日のご飯はな。誰？王ちゃんか。あ、まやちゃんね。はい、ハッチ、ご飯しようかな。まあ今日はね、日曜いうことで、ちょっと動画ね、バンバン上げますんでね。上げてる、あ、上げますんでね、でも上げてるかもわからないからね。うん、それだけね、誰？リングちゃん。うん。今言うてももう遅いかもわからないけどね、ちょっと上げさせてもらってます。ね。日曜、ね。まやちゃん、おしっこした。まやちゃんもね、結構こう、誰もね、いてへんようになってからね。のんびりやってますね。ハッチも意外とね、なんか落ち着いたかなみたいな、喧嘩がちょっと減ったかなみたいな、やっぱり自分らの縄張りいうのがあるんかな、ここらはね、ここらは僕のやとかね、私のやいうね。はい、それではね、あげます。はい、今日はあれちょっとね、前にいただいた餌で、ね、ロイヤルカナンのこれをちょっと与えようかなと。結構高級な餌ですね。はい、それでは高級な餌を与えます。よし、おいでね、おいで、ワンチョエルシャちゃん、エルシャちゃん。はい、それではね、高級な餌をあげます。これ結構美味しいと思う、ブイヤの感じ。あ、リョウちゃん見えるかな。意思表示が結構ね、ありますね、リュウちゃん。ね、リュウちゃん、絞り出さんと。はい。お前ら幸せやな、ほんまに。なあ、なあ、なあ、もうて。リョウちゃん、おいで。あ、エルセさん。あ、ちょっとね、声がね、イガイガするというか。リョウちゃん、ちょっと減ったからね。そんなに、リョウちゃん、おいで。自分で来なあかんねん、リョウちゃんも。あ、あれ取られたのかね。あ、しっかり。はい。これ美味しいんかな。まあ、ポンさんも食べたらあかんぐらいというからね、この餌。そうそう、今日ほんまにね、言うてた金木ちゃんのね、写真探さなあかんねんけど、ちょっとビデオとかね、作ってたんで、ね、まだ探せない状態。ね、金木ちゃんの写真をね、楽しみにしてある方多いんですよ。ね、エルちゃん。ちょっとね、ボミネーといて、食べてもらおうかな。このままでいいんかな、ちょっと食べんかな、ね、高級すぎてちょっとお腹びっくりしてちゃう。りょうちゃん、おいで。りょうちゃん、
ヨちゃん、エルサちゃん、はい、エルサ見てる見てる、あ、おいで、こっちおいで、はい、エルサちゃん、レオちゃん、おいで、おうちゃん、おうちゃん食べとるか、よしよし、おうちゃん今日はな、ちょっと初めての病院でびっくりしたな、そうな、だいぶ元気、ちょっと麦ちゃんの代表、麦ちゃん、麦ちゃんとキキちゃん、ね、はい、麦ちゃん、キキちゃんもいいよ、ね、はい、キキちゃん、ブルーちゃんも、ブルーちゃん出てきてるかな、よいしょ、レオちゃんおいで、ほら、ほら、ほら、おいで、エルサちゃん、エルサちゃんおいで、ほら、おい、エルサちゃん、おいで、おいで、OK、もしです、レオちゃん、レオちゃん怖いの、なんで、あ、チュールさっきやったからだ、動画撮影でね、あ、エルサちゃん、エルサちゃん、おいで、ほら、エルサちゃん、ちょっとこのまま置いとったのかな、ね、置いとったら全部来んじゃん、ちょっと入れすぎかな、おいしいか、室内で生活する生猫用とか、何がちゃうの、健康な強化と、なんかあれだね、猫に最も最適な製品、なんかいいんやろね、食べや、エルサちゃん、おいで、ほら、エルサちゃん、おいでよ。ね、なかなか来ないですね。おうちゃん、めっちゃ打てんな、お前。ポロポロンって打てんな。ね、はい、このぐらいでそうかな、ね。はい、以上です。はい、最近りょうちゃんほんまにね、ポンさんあれは思てんちゃうかな、ほんまにしもべは思てんちゃうかな、お届けさせんと経費になってきてんちゃうかな、はいね、ほら、あ、食べんのかな、嫌い嫌いかな、これ、あれ食べないね、やっぱお腹いっぱいか、りょうちゃんお腹いっぱいやったかな、チュール結構ね、ちょっと食べたからね、食べない、あ、食べないね、りょうちゃん、ひょっとして安物食い、高級なやつは食えへんのな、結構ええ女かもからんね、ほんまにね、贅沢もしないね、この子はな、贅沢しないのかな、まあいい嫁さんになれるわ、りょうちゃんはな、そういう、そういう性格やったらね、な、りょうちゃん、りょうちゃん食べないんか、なあ、結構たま高いもん食わんのかな、この子、その点おうちゃんがっつり食いよるからね、あ、ブルーちゃん来た、ブルーちゃん食べ、ブルーちゃん食べ、おうちゃんはもう食べ、もうええよぐらい食べ、あ、食べてるやん、りょうちゃん、なんや、やっぱり結局あれか、高級な猫やな、やっぱりお前は、おいしいか、結構ガッツリ食うんちゃうん、ひょっとしてね、まあ、それはそれでいいんやで、デオちゃんな、デオちゃん大女優やからな、ね、ほんまに過去の動画見てたらいろんなことあったけどな、ほんまに幸せになろうで、デオちゃんね、はい、ありがとうございます。